大事なのはやっぱり声変わりのタイミングと陰毛が入るタイミングだと私は考えています。というのがですね、答えになってくると思います。思春期に入る時のですね、身長がその人の最終身長を決めるなんてデータもありますので。次 H さん、脇毛やひげが生えていないのに身長が止まる場合はありますかってことですね。まあ、おそらく男性のことを指してるんだと思うんですけども、そういった場合もあるでしょうという表現だと思いますけど、あまり一般的ではないというふうな表現もできると思います。ただしなんですけど、別に脇毛とかが生えることによって身長が止まってるわけではなくて、脇毛とかひげが生えるためにはですね、男性ホルモンが分泌されるわけですけども、男性ホルモンによって骨端性が閉鎖して身長が止まるという表現になりますので、間接的には関係性があるというふうな表現もできると思います。次 B さん、思春期症状がバラバラ、12歳の時と14歳の時の場合は晩熟か早熟のどちらでしょうかってことで、これはどういう意味でしょうかね。例えばそれは毛が生えてきたのが12歳で、脇毛が生えてきたのが14歳とか、そういった意味でしょうかね。もしそうだとしたら、それ至って普通ですねって表現だと思いますね。ただしなんですけども、12歳の時点で何かしらの思春期症状が出た場合ですと、晩熟の可能性は非常に低いでしょうというふうにお伝えするのが正しいかなと思います。K さんですね、早熟の人と晩熟の人では本当に晩熟の人の方が最終身長が高くなるのでしょうか。あとお風呂の冷水シャワーというのは寒冷療法といい、身体をストレス下に置くことでその後寒冷から解放された後に成長ホルモン分泌が起こりやすくなるということらしいです、ということですね。早熟 VS 晩熟っていうことですね。どちらの方が身長が伸びるのかということなんですけども、結論的に言えば基本的にはやはり晩熟の方が身長が高いというのが一般論という表現でいいと思います。ただしそれが全ての人に当てはまるかというと、そういったことはもちろんないです。例えばですけども、マラソンを走った時に初めの方にね、めちゃくちゃ走るタイプの人と後の方に頑張って走るタイプの人、まあいろんな人がいらっしゃって、どっちの方がねタイムがいいか議論に似てるかなと思います。どちらもですね、タイムがいい人っていらっしゃいますので、どちらも身長高くなる可能性があるというふうに表現になります。ただし今一般論としては、晩熟の方が身長が高い傾向というふうな表現でいいと思います。かなりの高身長の方々のですね、エピソードを聞くと、高校生になってから何センチも伸びたとか、高校卒業してから伸びたって話はよく耳にしますので、晩熟の人の方が高身長になりやすいということはお伝えしやすいんじゃないでしょうか。あとはですね、この冷水シャワーってことですね、これに関して言うとね、正直言うと分かりませんっていうのが正しい答えだと思います。現状として私から推奨するような内容ではないと思います。はい、愛さんですね、小学校の頃、4年生から6年生頃まで肥満度が20から23% で、判定で言うと軽度肥満だったんですが、この程度の肥満でも思春期を本来迎えるはずだったタイミングよりも早く迎えた可能性はあるんでしょうか、ということですね。まずは早熟になる原因として、いろいろな原因が考えられてなかなか難しいんですけども、その中でも肥満や夜更かしってのはおそらく良くないでしょうというふうに言われています。肥満度が20から23% ということで、おそらく BMI といって、 BMI イコール体重割る身長の自乗したものっていうところになります。 BMI っていう数字が 18.5 未満だと痩せ型、18.5 から25だと普通体重っていうところで、これの中なのかな、ごめんなさい、この肥満度がどの値を指しているのかがちょっとわからないです。少なくとも軽度肥満だったっていうところなんで、ちょっとだけ取ってらっしゃったところですね。これがどれくらい関係あるかっていうところです。難しい。これに関して言うと、もしかしたら関係性あったかもしれないけども、全く関係がなかった可能性も十分にあり得るでしょうという表現が正しいと思います。はい、次ですね。TAI さん、高校に入学するときは 169.5 だったんですけども、9ヶ月経った今では174.5センチぐらいあります。これは晩熟と判定していいのでしょうかってことですね。定義に入るぐらいのですね、超晩熟中の晩熟だと思いますので、ここからですね、さらに期待値が伸びるんじゃないでしょうか。9ヶ月で5センチ身長が伸びていますので、1年間で大体6センチぐらい期待値としては出てくるんでしょうか。そうすると次の年はですね、3センチとか、次の年は 1.5 センチとかというふうに考えていくと、180もね、目指せるような気もしますけど、いかがでしょうか。次、黒豆さん、身長のピークが来てからもう一回伸びる時期などあるんですかってことですね。基本的にピークは1回だというふうに認識してください。アジェンキー3127さん、今日の動画にもあった成長シートの折り返しの角度、いわゆる早熟の時にこういうふうにバコンって帰りますねとかですね、晩熟の場合は逆の角度形成がありますかと。息子は13歳ですが、まだ成長期来てないので、成長シートで少しずつ左に降りていっています。成長期来たら右へ降りていきますよね。その時はくの字を描くのですよ、ね、気になりますよですね。その通りだと思います。基本的にはここは反転するというような理解は晩熟でもあり得るというふうに考えています。それはね、統計学をご理解いただくと一応ご理解はいただけるんだけれども、例えば10歳の男の子が成長シート行くと真下に降り
りというのは平均なわけですね。早熟の子がこういう風になるわけですから、それと同じように晩熟の子がいて、さらにその成長シートがこういう風にね真下に降りていくというような表が形成されるということは、その逆のパターンが成り立つから、そういう風な、ね、表が、ね、成り立つ。少し説明するの難しいんですけど、簡単に言ったとそれはありえますという風にご理解ください。ただし基本的にはね、早熟の方が厳しいような角度を形成することが多くて、晩熟はそこまで戻らないような印象があるのも、それは統計学とは別で、私が個人個人の今まで見てきた中での感想としてはあるかなというふうな答えもできると思います。次、石さん、質問です。成長期が来ないで成長が終わることありますか？小1からずっと7センチずつ伸びていて、13歳8ヶ月168センチあります。まだ身長伸びますでしょうかとかですね。これに関して言うとですね、7センチずつでも十分可能性はあり得ると思います。成長曲線通りに当てはめてみると、早熟なのか晩熟なのかとか、みんなが成長率が高くなった時に伸びてなければ、伸び率が悪いという表現になりますので、そういったような可能性はあり得ると思います。13歳8ヶ月168センチでまだ伸びるかって質問なんだけど、普通に考えたらまず伸びるでしょうね。特にですけども、前年7センチ伸びているという表現であれば、まだまだ10秒伸び率が期待できるのではないでしょうか。アイさん、こんばんは。高3の男子です。自分は腕や足の毛薄く、脇毛が生えていません。下の毛は中2頃生えましたと。通常下の毛が生えてから何年くらいで脇毛生えるものでしょうか。あと、どれくらい身長伸びるでしょうかと。下の毛の濃さはどのように身長に関係してますかってことですね。で、まずは、中2の頃にね、陰毛が生えたってことで、それも非常に一般的だっていうところになりますので、決して問題ないと思います。あとですね、まあ、陰毛が生えてから脇毛が生えるぐらいの、大体2年くらいかなってところになります。ただ、脇毛とかはあんまりそこも気にしなくてもいいかなと思います。大事なのはやっぱり声変わりのタイミングと陰毛が生えるタイミング。だと私は考えています。毛の濃さもあんまりね意識しなくてもいいんじゃないかなと思いますので、ご理解いただけると嬉しいです。まず SI さん、春季症状と成長シートどちらを参考にするといいかってことですね。春季症状が陰毛が12歳6ヶ月、声変わりが13歳3ヶ月、髭が14歳手前から濃くなり、顎髭は14歳3ヶ月で少し早熟かなと思うのですが、身長は現時点14歳3ヶ月で成長シートに当てはめると平均的で6歳頃から真下に降りていますってことですね。これすごくいい質問だと思います。まずはどちらかっていう質問に関してはこれすごく難しいです。まあ両方を当然検討するわけになります。天気予報で言うと気圧と気温とどっちが大事かってことですね。両方大事でしょうっていうのがですね、答えになってくると思います。その中でまあこの方の場合ですと、成長シートで結構真下に降りてるっていうタイプですので、そういった表現からはそんなに極端に陰毛が早く生えてるとかではないですので、まあ、比較的平均的っていう表現がね正しいかなと思います。この場合ですとこの方の最終身長は単純にね成長シートで真下に下ろしていったような値が期待値っていう表現だと思います。次、MH さんですね。先生、こんにちは。最近のショートで春季症状が出てから20センチが伸びるとおっしゃっていましたが、そうすると170センチ超えるとなると、まず身長150センチで陰毛が生えていないということが一つの目安ということでよろしいでしょうか。もちろん伸び率に個人差あると思います。結局大切な早熟晩熟よりも春季に入った時点での身長が大切ということですね。いくら晩熟でも元々の身長がかなり低ければ高身長にならないだろうし、逆に早熟で小4で陰毛の春季症状が出たとしても、身長がすでに160センチぐらいある男の子なら180センチぐらい伸びるんだろうなと思います。これもね、すごくいい質問だと思います。視聴者さんの、ね、レベルが非常に今高くなっているというのはよくわかります。これもおっしゃっていただいても全部正しいです。一言で言うとね、なので例えばですけど、春季に入る時のですね身長がその人の最終身長を決めるなんてデータもありますので、まさにこの通りだと思いますので、やはりですね春季開始前まで身長を伸ばすということが大事になります。ただね、多くの場合はね春季症状が出たぐらいからね身長で気にされる方が多いというのも事実ですね。できるだけ早い段階で最終身長をしっかり予測していくことが皆さんにとっても有益だというふうに私は思います。次、コウハセさん、いつもためになる動画ありがとうございます。小学校3年生になる息子がいますと、身長推移が誕生から現在まで平均を少し下回るペースです。低身長治療を行っている病院でレントゲンを取ったところ、骨年齢が1歳から1歳半程度若いとのことでした。そこでお伺いしたいんですが、骨年齢が若い場合晩熟になるなど、身長が伸びる期間が長くなる傾向はありますでしょうか。また骨年齢と早熟晩熟症との関係はあるのでしょうか。お手数ですが、機会があれば取り入れていただけると幸いですですね。これはねもう一言で言うと関係がありますね。当然といえば当然という表現だと思いますね。関係があるでしょうという表現です。ただそれがですね、まあ、完全にどこまで一致するかっていうのは難しいところですね。ちょっとこれで皆さんに理解していただくのは少し難しいかもしれないですけども、骨年齢が例えば晩熟だった場合はどっかしら必ず骨年齢が実年齢に追いつくフェーズがやってきますので、そこら辺を例えばですけど新規症状でキャッチアップしていくとかっていう現象はありえますね。ただ骨年齢が晩熟で新規症状晩熟っていうのが、まあ、一般的にはまずはねそれが説としては比較的正しい方向性というふうな表現が私はいいと思います。次、流星さん。思春期症状は陰毛12歳6ヶ月、声が12歳8ヶ月だったんですが、13歳から15歳まで成長シートで左に行っていたら晩熟の可能性が高いですか？通常は12歳6ヶ月で陰毛が生えているような時期に右にシフトするはずですので、それを超えた後にピークを打って、こういうカーブを、ね、形成しているのであれば、むしろ早熟っていうような表現になってくるかなと思うんだけど、これもちょっと実際に見てみないとわかんないかなと思うね。
次3番、わわわさん。質問です。声変わりした後は7センチ伸びるとよく聞きますが、声変わりが1ヶ月終わった自分と数ヶ月だらだら続いている人とで、この後身長伸びに違いはありますかね。7センチで声変わりが始まった時ですか、終わった時ですか。ちなみに自分は声変わりしか10センチ伸びています。どうでしょうね、こういった質問あるあるね。声変わりをした後は7センチ伸びるよく聞きますってね、誰が言ってるんでしょうかということで、私は正直で聞いたことないです。そもそも7センチってね、どれだけの期間を指して言ってるんでしょうか。1年間で7センチってのは、まあ、あるあるかもしれないけどね。声変わりというのは比較的ですね、新規症状で言うと初期症状というところになりますので、そういったところに出た時の症状なんで、ピークの向かう前半で7センチが伸びたという意味だと思うんだけど、まずそもそもこれが正しいのかどうかというのは怪しい。で、先ほどね、札子がショイビンさんのお話でもさせてもらったと思うんだけど、声変わりが1ヶ月で終わるっていうのは、つまり男性ホルモンの検出ボリュームが比較的多いタイプで、だらだら進むっていうのはおそらくそういった検出ボリュームが少ないタイプってところになりますので、どちらかというと検出ボリュームはだらだら行く人の方が最終身長高くなるのかなという印象になります。ただこれはね、明確なデータがあるわけじゃなくて、それは私はどっちかというと印象、エビデンスはないんだけど、まあ、そういった印象かなっていう説明になってくると思います。あんまり、ね、気にしすぎないでいただいてもいいんじゃないでしょうか。